途中で切れてしまってすみません。はーい、ここが通った場所ね。交通状況。今思ったらここ通る、あっち地下鉄もないよな、ないよな、地下鉄もなんで寿命が来たんじゃなくて、多分ね、他にも来たんでしょうね。こちらの原始本庁舎、ね、まあ、いろんな、ね、結構いますね、あれが4もう半分いけるから、ね、こういう建物の風景を撮ってこれがキャプチャーで撮ればいいよ。俺でいいと思う。もう過去に撮ったわけ、資料を参考にするよ。もう架空の風景作れんじゃない。もう俺でいいと思う。もうちゃんとアニメかプロピーのね、その GM 系参考にその方がいいって分かった。その方がいいやん。こっちまあやって入るんですよ。あら、まあ国会議事堂来た。すげえ国会議事堂。できたの初めてやな。うまいよな。
抗議運動みたいな。へえ、ここがそうかね。すげえな。こんな症状は。こんなに密集して大丈夫なの？もっと広いところに移ったら。まあ、あても。場所すごいね。これが現在の霞ヶ関の交通状況ですね。矢印信号って言って、これどうですね。あんな密集してる。いやな、建物意外と老朽化してる。老朽化してるから話した。もう老朽化してた。老朽化してる。意外だった。へえ、面白いな。はい、これ。こんな専用の道があるんやな、すげえな。遠近法の関係か。そう、やっぱ遠近法の関係。こう見えた。すごいな。国会議事堂ね。すごい。すごいな。いや、国会議事堂ね、単独できたの。初めて。すごいな。すげえな。いやー結構大量だね。多分初期の時はここも換算してたと思う。ここも降水量少ない、多分少ない、結構すごいな。憲政記念館か。こんな施設愛犬やな。どういうことこれ。え、なに。桜咲いてる。すごいよ。すごい。もう開花してる。あれ、桜ですか。開花。
永田町です。俺が国会議事堂か、へえ。これが国会議事堂か。意外と歩いてすごいな、素晴らしい、おお、すごいな、ね、はい、交通状況ですね。あ、すごいよ、はいはい、国会議事堂です。日本の、ね、議会だろ、かつては帝国議会で呼ばれてたですね。まあそんな、まあ後ほど。